どういう試合をしていくか、結果を残していくかっていうのが僕の柔道人生に変わっていくと思うので、試合で見せたら、見せて、まあ、そうですね、自分の柔道をしていきたいと思います。今回勝つか負けるかによって、今後の流れっていうか、東京オリンピックに向けての、流れが変わってくるというふうに思っているので、大事な大会だっていうことを肝に銘じながら戦いたいと思います。まあ、本当に決勝で戦えて、なおかつ今回は勝ちたいなというふうに思っています。